お疲れ様です。ラッドです。今日はこちらマジアチドリルペッカ入りやっていきます。さあついにねペッカがこちら高回転ドリルにも入ってきましたってわけで、まあもともとはナイトやバルキリーの縦枠ですね。はい、まあそこに進化ペッカを、まあ、入れたっていうデッキが、まあ一応言いました。はい、世界上に使われてましたんでやっていきます。はい、でまあペッカの能力は回復なんで、はい、敵を倒すために回復していくので、まあ、結構ね進化ナイトみたいな縦役としてのね性能が強くなりました。はい、結構竹取りの時間も長くなれるんで敵を倒せればね、そういう部分では本当なんかナイトと同じように使える気がします。まあナイトよりもよりねジャイとかロイジャイとかには強くなったかなといったところで、まあ別にペッカがタワーに届かなくたっていいですね。通ったらラッキーって感じで、まあ、正直ペッカの後ろのマジアチャで犬くやだったりこの間のねドリルが入ればいいんで、まあ正直ペッカは飾りっすね。でここのペッカにコストを使わせてさあドリルがその間に削ってくれてみたいな、いいね。ペッカはまあおとりにね戦っていけるのが理想かなと思います。でまあ今回のこの相手はホグファルチ、まあ残りはバルキリーと、うーん囲めないか、やべ、あウッドが当たらぬ当たらぬ。まあホグファルチロケ、いやまあペッカちょっと強そうね。でも俺ケツペすると、まあ、ワンチャンロケ飛んできます。はい、どうだろう。でもバルキリーを倒してペッカ回復できます。で攻めウッドもやりたいな、ゴブリン来ると思うんで、まあ、これ一応回復できるの熱いな。キング起動されるかもしれないんですけど、いやここのマジでちょっと強いぞ。いやからのウッドか、いやうめえな、なんか俺の思ってたんとは全然違う防衛をされた。さあまあまあまあロケ削りが負け筋なんでね、基本的にマジアチとかも右に展開していきたいな。こっからサイド変えます。でもアイスピもあるし、なんならいらないケツペするかどうかなんですけど、まあ、別にしなくたってもいいか、別に出さなくたって良さそう。防衛のねヤンキーすぎ本当にまあ相手がねそんなコストを使ってくれたんで、これペッカにね相手は使いたいんですよ、ゴブリンを。だから右のドリルがめっちゃ刺さってます。はい、熱っ。ナイトだったらねそんな対応してくれなかったと思うんで、ペッカだからこその、まああとボム取りであるんで単純に相性もいいっていう。はい、こんにちはマジインチキすぎる、マジアチャやばすぎる。おかわり、こんにちは、アイスティはい、という感じでいやまあまあまあ単純にねマジアチャドリルの時点で強いんで、まあさらにちょっとこうペッカの受けが少なそうな今回の相手とか、まあタンク系ねゴレとか、まあその辺を引けるとより輝けそうね。まあ最悪ペッカマジ出さなくていいんで、そうなったらなんか別にナイトじゃなくてペッカでいいみたいなねとこもありそう。結構良かったですね今の感じは。状況に応じて出せばいいので、まあ、雑に出してもいいし出さなくてもいいし。ザッピーか、まあ親衛隊ロイフグっぽいな今んとこ。まあペッカここは出しちゃうか、なんかキング起動しちゃってもよかったわ。いやボマン夏、いやキング起動しちゃってもよかったんですけど、まあまあまあ、まあ、敵陣地の親衛隊がどうしようかな。どうせタルババとかあると思うんでやりゴブはつけたくない。まあおとなしく自陣回収しますか。これさすがに親衛隊ティロリロロン、
いや、めっちゃいい角度。これさ、いや、まあザッピーいんのか。うわー、飛ばしちゃよかったわ。ドリル悩んじゃったな。まあまあ、対親衛隊に対して一応ペッカがね、自陣で回復できるんで、まあ敵陣でもか、ちょっと強くなったんですよね。あんま先出ししたくないな。あと相手の呪文が足るともう一個あるかな。いやー、いい穴目きた。まあペッカはできるだけ自陣でね使いたい。もうこれ強いっすけどね、このペッカ。もうもう結構回復できるくないですか。はい、回復。なんならオーバーヒールしちゃってもいい。いや、オーバーヒールきた。いや、マジでね、親衛隊に対して今まで弱かったんですけど、強くなっちゃったよ、こいつ。それは強いんだよな。いやだな、ペッカが強くね。まあさすがにきつそうな状況もあるか。やばい、これ微妙なことしたかも。いや、そりゃそうなるっすよね。やべ、なんかペッカで気持ちよくなっちゃってた。まあでもやたるなんだよ。もう芋って勝てそう。漏れるかな。やべ、やっちったいろいろ最悪や。いやでも大丈夫。こっからでも勝てんのがクラロワです。そしてマジアチャドリル。ペッカ頑張れ、もっと頑張れ。ワンチャンペッカが刺さるとかない。一発入ってる。いやー、きつくなってきたね相手だんだんとね。いや、まあこれが魔術ドリル、まあ魔術オールブレイカーとかの強いところっすよね。後半マジで一生飛ばしてね。あー、かわいそうすぎる。おい、ナイス。危ねえ、マジ途中やったかと思ったけど、まあペッカも良かったっすね。まだペッカが行き過ぎて調子乗っちゃうのはもったいないで、まあほどほどにね。後半いらんかったけど、まあ活躍できそうな時とか、まあトリマなんか余裕があったら出すぐらいで、無理に出さなくてもいいっていうのがいいな。他で回せるんでね。さあ LSP ブラスターだとペッカらしいね。まあ自陣で受けますか、おとなしく。まあラムもあるし、工場もあるしみたいな、うん、ロイジャイもあるらしいね。うん、やばすぎるそれは。いや、まずいそれ。終わり。ザップだけやめて。いや、まあまあまあ。いや、しかもこれブラスターなんでね、ペッカ回収されるんですよね。一発ありそう。まあまあまあ。いや、ペッカロイジャイか、なるほど。いや、まあそうなんですよ、本当に
ドリルにペッカ入ってくるぐらいなんでね、まあ、何でもいるっすよ。ペッカバルーン、ペッカスケラ、ペッカホグ、ペッカ迫撃、便利すぎるカードになっちゃったな。いや、おとなしくドリルボーイでもいいな。引っ張っちゃいたいな。いやー、だる。俺もペッカなんですけど、これ行くべきかな。行かなくても良さそうだな。コストもう一丁使わねえ相手、これえぐくない、この許容。いやー、まあなんか右に来られんのも嫌だし、左に来られんのも嫌だしみたいな。いやー、まあ耐えてはいるっすけどね、怖いな。これちょっと熱い。まあまあ、ヤビリコ頑張ってまし。まあまあまあ、いやー、なんかちょっと怖くなってくるの。でも相手してマジアチャー、え天才って言うんだろ。これペッカさ、後出しでもいいわ。ペッカにペッカを合わせてもいいし、こんな感じで後出しにしてもいい。でロイジャイにペッカを合わす。いや、こっちが正解な気がしてきたな。取り飛んだけど、あ、待って、ミスった。え、相手ペッカやんこれ。俺今ロイジャイに見えてた。やばい。いや、いい。いや、ちょっと隠されるけどみたいな。どっちに来るんだこれ。いや、いいね。しかもこのカウンターのドリルが強くね。進化よ。買ったんじゃね。結構絶アンドボウありそうではある。剥がしてからの、おい、すべてが入りますよの先置きボムが正解でしたね。ペッカにペッカでもいいが、ボムでペッカを対処してロイにペッカ。いや、最後のあの形無理だろうな。ペッカ抑えたら抑えたらペッカ回復するし、抑えなきゃね、後ろのマジアちゃんも対応できないし、ドリルもあるしみたいな。めっちゃ強い形だったっすね、今。やべ、微妙なやりした。いて。メガナイト枯渇的な。いやー、プリンセスタワーなの幸せっすわ。まあ、飛ばしてもいいけど、飛ばさなくてもいいか。迫撃スケバレド。でもスケドラもいる。なんかちょっと珍しいかも。あんま見ない方っすね。スケギンもいる。抜いちゃおう。え強すぎ。これ禁忌許されるかな。まあ、柳雨っぽいかな。コウモリ咲いたらドリル飛ばそうかな。まあ、一応スケキンがいるんですけど、おいしい。ちょっと入る、だいぶ入る。まあ、負け筋は進化迫撃かな。え、待って、タゲが取れてないことある今ので。まあ、右のマジャちゃん、
なんかペッカが邪魔だな。この試合に関しては。もしまずい流れ。いやでも回復できんのでかいな。ワンチャン一発なんだろ。いや普通に考えたら右だけど、だからこそ左も行ったり。あるなでも。やば、それ引っ張りたかったの引っ張れなかった。ナイトが欲しい。ペッカが邪魔。ダメ。やべえ、ペッカが邪魔なこともあるんや。全然いらないやないかい、ペッカ。ナイトにさしてくれよ。まあ、こういうエディレマジで刺さんねんだな。かわいそうだったもんな。まあ、ブラスターにもね、そんなペッカ強くないんで、てか弱えか。相手がまたこういうブラスターやもじゃもじゃの時は、控えめでいきますか。まあ、ジャイとか来たらな、これジャイスキャラの可能性あるんで、美味しいですけど、クロスはやめてね。おー、なるほど。まさかの親衛隊また可能性としてはあるっすね。結構濃い、親衛隊でしたね。いや、まあこれ、ほぼ、最短で先にボム置いちゃってもいいか。これホバ残ってると先置きボムはホバに回収されちゃうんでやめた方がいいっすね。さあ豚っすね。悩むっすよねこれ。まあゆっくり守りからでもいいな。進化アーチャー進化親衛隊まずいけどね。進化ペッカちょっと強いけど。まあ一旦ね、今を耐えることに全力で。さあ次が怖いね。今相手親衛隊温存してきたっすね。進化親衛隊進化アーチャー来るよ。キングキドはマジでしてやけどな。させてくれないらしい。いやマジ耐えることに価値ありすぎる。今んとこ相手の呪文は、あ、樽が見えたっすね。これでい
え、なんか陰も悪くね。タルババ延命したいな、これ。やべ、いやーこっからはまたペッカいらねえかもな意外とペッカいらねえこと多いか。高回転マジアちゃんの方が強えっていう。いやーいい。でもこのペッカはちょっと助かったな。ナイトだったら突破されてそうな。いやマジで強い。まあ、マックス字ホバリングぶっ刺さり事件だね。進化ペッカの回復を信頼しての。いやーマジ進化ペッカ優秀すぎん。えからの体力増やしていくよ。いやーいいね進化ペッカ。いやーマジアちゃんもドリルも強え。オッケーオッケーオッケー、いいやん進化ペッカ新鋭隊にはマジでいいんだ。一番変わったとこかもね、ペッカが進化ペッカになって。まあいろんななんかね、ギャングとかにもちょっと強くなったしみたいな、なんかいろいろありますけど、一番何がいいって言われたら対親衛隊に対しての敵陣地での親衛隊の溶かしや自陣のね回復してからのカウンターが良すぎて、今まで弱点だったところがな有利になるのはでかすぎるね。近畿して、あの言うの本当はアイスピからのトルネの方がいいんですけどね。さあペッカラムアイスイズや。なんか最近さアイスイズ入りのペッカラムいるんだよな。絶対シーズン終盤はねウィザードに戻るのに一番痛い。最近は最初だけいます。結局アイスイズだとな、ペッカ対決は強いけどね、流行りの迫撃に余計厳しくなっちゃうんで戻るっていう結論。ゴーストやだね。ボイドか。まあなんか悩ましいが。てか優秀だな、アイスピも優秀だな。これ進化ペッカーね行きたいけど行かない方がいい。射抜くことを考えてもいい。でかっ。え、なんか来たんだけど、お隣さんが。え、ワンチャンペッカー入る。え、熱い。さあペッカーが入るのはまあ正直ラッキー程度で、いや対ペッカに対してはこれいいな。ナイトよりも絶対守れてる気がする。いやーそれ嫌だな。そうプリってなりそう。
いやドリル、お前便利すぎか。いやしかもペッカこの状況で HP さこんだけあんの意味わかんねえもんな。冷静に、いやー橋ペカアイスイズからの強いなそれ。やばい、進化ペッカマジでなんか強えな。俺のペッカもだし相手のペッカもだし、まあゆっくりいきますか。ケア来るかな。あエロエロいね。まあ、でもゴースト裂いたらちょっと大変だよ。あぶねー、よく耐えました。あぶねー。いやこれナイトだったらさ守れてんのかな。より高回転で回るとはいえ進化ペッカ苦しかったみたいな。わかんないわかんない、それはもう止まってたらなんかもしんないけど止まってなさそうではあったな。いや相手ロイジャー一歩熱いね。ヤンキー犬木が刺さっていくよ。ロイには、まあ、先にボムを置いてやばかったらペッカでもいいし。なんでやねん。ペッカなんや。トリトンで？えぐい偏りが。環境の。ペッカゲーミング来てる。ふふ。なんか高回転ペッカ。で、魔術で射抜けない。なんこれ。絶対ネタデッキやんみたいなデッキ来てるって。マジで強いんだよな、普通に高回転ペッカ。また来んのかな。ボム置いとこうかな。え、高回転ペッカでペッカしないパターンあんのこれ。じゃあメインにロイジェかスケラかなんかあるな。バルーンで余裕が、ラムじゃねえか、ロイジェ濃いかな。え、これさ、さっきやった？なんかこんなデッキとやったよな。なんかちょっと変わった？ファイブあったっけ？なんかちょっと前にこんなデッキとやったよな。絶対それやん。さすがにそんなに。雑にペック出さないよと。いや相手ドリルの激痛そうこれ。
これきつくね、相手さん。どれなり俺当たり前に引っこ抜くけど、あ、進化好きか。美味しい、その引っ張ってくれんの角度変わる。え、マジで熱い。あれ守れるかな。怖ー。強っ。何でも止まんちゃんじゃ。そんなんしたらもう何でも刺さっちゃうやん。ナーイスー、マジやちょ強ー。いや、なんかさっきもこんなんでやったな。同じ人かな、さすがに。まさかの違う人でしたわ。そんなことある。シンカロイジャイ2回ね。シンカロイジャイ、ペッカロイジャイ。まあそんだけペッカが強えってことよね、ほんと。まあ近畿か。やばい、もう一枚裂きたくない。あー、まさか。さあミニペロイフグ、これもまたあんま見ないデッキね。まあペッカとかいてもおかしくないよね、ほんとこれにも。いってら、ロケコ、テスラ。あー、なるほど。まあ雑に飛ばしちゃったり。縦線わかんねえな。来るかもね。ボムが回る。まあどうなんだろうな、トリマー雑ペッカは結構弱い気がするんで、本当になんか必要な時だけ出せばいいか。まあ腐んないなら雑に出してもいいけど、マジでペッカは雑に出すと腐っちゃう。まあ今回ブラスターじゃないんで強いか。え、ロケホこっちやめたんだけど。美味しい、ダメね。単純に高回転ロイフグだったらマジでペッカが今から一回も出さないプランもあります。削って他で回してフェニックス。いや、ペッカ出さない方がいいかもね。マジ出すだけ腐りそう。ファイボがいいところに飛んでくるかもね。ね、あれでもボムに当たってないよ。熱っ。さあペッカ出すだけピンチになりそうなので一生ペッカはいらない。え、熱っ。消えたぞ。思ったより入ってないですね、ウッド脱線が。いやー、これちょっと悩むよね。いやまあやってもよかったというかやっちゃったな。いや、やった方がよかったな。やばいやんか、すげえ。 E5 すぎるがキング起動がでかすぎてやりゴブも強いし、はみ出ろ。いや、マジでペッカ一回も出してねえっけ。最初出した、出してねえか。かわいそうすぎる。これ高めにしとこうかな。ね、だいぶ来そうだったよな、明らかに。うい、やば、今すぎる。今なんでボム置いとこうかな。かわいそうだな俺。絶対通んないもんな。しかもおい、マジアチャで居抜きそうでもあったか。まあ、ほんとね、ペッカいらねえかもな。マジで泣いてでもいいかも。まあでもたまにね、
ペッカーだからこそいい場面もあったんで、まあ、ぜひ皆さんペッカー型のマジェシドリルもやってみてください。ちゃんと効果も押しさせて、明日またね。